恒例となった高梨神社の秋祭り。準備の整った境内には祭りの開始を告げる夕暮れ時が迫っていました。午後6時、祭りの宿に見立てた公会堂では宿舞が始まりました。高梨神社の秋祭りはこの宿舞で幕を開けます。宿舞が終わると氏子衆が持つ灯籠を先頭に祭り行列が高梨神社に向けて出発します。行列に彩りを添える笛や太鼓の道中囃子、祭り囃子の笛の音が村中に響き渡り、祭りの雰囲気が徐々に高まっていきます。練り歩くことおよそ30分、祭りの行列は高梨神社の鳥居前に到着しました。高梨神社は平安時代の終わり頃、この地に城を構えていた井上氏の三男高梨七郎盛光によって建立されたと伝えられています。以後高梨家はもとより地域の守り神として大切にされてきました。締め切りは神聖な境内へ入場するための儀式で、鳥居の下で舞う獅子舞が奉納され、剣をかざした獅子が鳥居の間に張られたしめ縄を切ります。これから境内では8つの獅子舞が奉納されていきます。神社の広場にこの日のために特別に設けられた浜イカと呼ばれる4メートル50センチ四方の舞台。この舞台で最初に奉納されるのは神獅子。この獅子舞は神殿前の舞台を清めるお祓いの舞だと言われています。悪魔を払うめでたいな、太平威楽よと。神獅子の後半はおんべを持って舞うおんべ舞。このおんべ舞にはひょっとこめんの男が出てきて、獅子の仕草を真似たユーモラスな舞を披露します。
高梨の大大神楽にはこうした面をつけて舞う神楽がいくつも残されています。代々使われてきたこの4枚の面、この面を保管していた箱には祭りの起源をひも解くヒントも隠されていました。この証拠としては、今までずっと代々、触っている神楽で使っている面箱の蓋に宝暦という年号が書いてありますので、宝暦年間より以前にもう神楽をやっていたと思われます。はい、これがその面箱の蓋の裏にうっすらと残る宝暦の文字。江戸時代中期以前から伝わってきたことを雄弁に伝えてくれます。人々は五穀豊穣を願う神への祭りとして、また日常の生活を癒す楽しみとして、この伝統行事を連綿と今に伝えてきました。祭りの前の数週間、保存会のメンバーは稽古に余念がありません。舞や囃子は師匠からの直伝で何回も繰り返し体で覚えていくもの。祭りの稽古は次の世代を育てる大切な役割も持っているようです。正気は獅子と正気が一緒に行う悪魔払いの舞。右手におんべ、左手に鈴を持った正気と獅子は一緒に祈祷の所作を行い、さらに互いのおんべを交差させたり天を仰いだりして四方八方を清めます。幕間に打ち鳴らす太鼓、華麗なバチさばきが軽快な笛の音と相まって奉納の舞に花を添えています。ありながらこれより他に家はなし。お三輪は浄瑠璃の妹瀬山女帝金を獅子狂言にしたもの。白足袋に着物姿の獅子がお三輪を演じ、手ぬぐいをかぶった豆腐の御用聞きに恋しい男のことを尋ねます。
しかし男はすでに祝言を済ませたと聞かされ、お三輪の悲しい心情を獅子が舞で表現します。近くなれば声をかけ、右の道をば左に、左の道をば右、あ、ば君に、すずら、すっと行けやよい。いいえ、私の尋ぬるのは、その浮世殿とやらじゃござんせぬ。年の頃なら20と相し、色白のふっきりとしたよーいとのもが先へ参りはせらんだかいな。来たけな来たけな、庭の里から後を引こうとしたところ、何がさおつむねたちよ、あひきっと見て運も言わせずご心臓に、ふっと押し込む上から布団をかむせかけ、親かむせかけ、よいのうちからないしょうの、ご祝言のあるはずと隠れのうちから騒いでて、いいえけなりこっちとまで、あっちぶとももが武器武器ルーキー、お武器武器武器、青武器あたりのあはじけ豆、おお、この豆で思いついた豆腐の模様が音を鳴る、姉アバよ、いや、あらでもない、お情けどころが見えるわいな。おしゃべり散らして、急ぎ足、あとにお三輪はただ一人、さあさあこうしちゃおられんと帯引き締めて、味おかめは神主とおかめの掛け合い漫才、互いに面白おかしい問答を繰り返します。最後はおかめがおんべと鈴を持って舞を披露します。一体どこへ抱きつきやした？隣の八六さんの赤馬へ抱きつきやした。そうか、おけがでも。こんなところを打ちやした。で、どこを打ちやした？お胸の下の。お胸の下の。おへその下の。おへその下の。こらこら、パンさん、おまんこを打ちやした。いやー、そうやじゃ、肝心、金村のところを打ちやしたな。カンさん聞いとくれ。なんとな、今朝も母さんご消滅したいとおくんなして、ご消滅したいとおくんなして、お悪化の怖いところをすねの母さんに盛りやして、盛りやして、私食べればよけれども、そりゃ
里のおかめさんじゃなくて奥山の俺おかめさんってやつな。私ばかりがこの世のしゃべくり、あなたこの家に何に来たの。私参ったるは世の身であらず、下の町に妹当然なる女子一人をかくまいおき、断山は軽々しくいたしなれと、こちらが隣の口にスルスルっと引っかかり、おかめさんにまだ祭り誕生のご祈祷をお願いいたしや。人形浄瑠璃の名作芦屋道満大内鏡の中のクズの葉の小別れを獅子狂言にしたクズの葉。城主阿部の安名に助けられた白狐がクズの葉姫に変身してその妻となるも、正体を知られることを恐れ別れを決意する物語です。女房殿、今戻ったぞよ。おお、こっちの人、今戻りゃしゃんしたかいな。いついつよりも遅うお帰り。話したれば今宵はこれへ来る殿、くれぐれもの話。おお、そじゃあ何かちそうでも、せにゃなるまいかな。王さん、何の地層に及ぼうぞ。孫をお見せ申すが、第一番の地層。二には斧が紙に櫛の刃でも入れ、千代たらしき体をお見せ申さぬが第二番の地層。どりゃわしもくたびれた。地と奥に入り、一休みいたそうわい。安なは奥に入りに行ける。クズの葉後を打ち眺め打ち眺め、思いがけなき出て子の恋で。おお、うちのことなら安いこと、小言言わずに年齢せよと、年年ごろろん。子供というものは頑ぜないもの、歌の文句でつい寝かそうな。別れを決意したクズの葉姫は最後に筆を口にくわえ、子供への思いを障子にしたためます。恋しくば訪ね来てみよ泉なる篠田の森の恨みクズの葉。
この歌をしたためた後、泣く子を振り返りつつ、クズの葉姫は去っていきます。恋しくば訪ね来てみよ泉なる篠田の森の恨みくずの葉とまたもや同時に抱きつき声よりはと泣く声を振り返り見返り別れ入れてゆく。新宿の小金井高原アクアパレーに、よくエンジンでもホラ貝を交えた独特のお囃子で始まる鬼。剣を持って舞う鬼の姿は迫り来る迫力が感じられます。途中からはやはり剣を持った獅子が加わり、鬼と立ち回りを演じるのですが、これも悪魔払いの儀式と言われています。なれば声をかけ、もしちょっとものと言いましょう。清姫は歌舞伎の道成寺の日高川道行を獅子狂言化したもので、着物姿の獅子が清姫を演じます。安鎮を追いかける清姫が提灯を下げた親父さんや鐘を打ち鳴らす修行僧、日高川の船頭に出会う場面を演じていきます。ヒョロなどして行かれして、鐘打ち鳴らしひょこひょこと追われておしょはややびくり。幽霊なんぞというものは、今か自分出るものではない。どうやらおゆえさんも聞いてくれたそうだ。この場に一つやっつけましょう。先へ行った人に追いつかなければならぬもの、早う教えてあくだしゃんせ。いや、お前は幽霊かと思ったら幽霊じゃなかったのか。
お前の尋ねる人はもっとニコの向こうの橋を渡ってしもうた。早月城も差し上る小舟を揺んで船を探す。ねえ耳にびっくりあふんなおっさは目をすりこすりぶっちょうずら。受け止める渡してやろうやろう。いいえその世の悪るをさておいて一寸の間も待たれぬ急よ。この舞台で最後に奉納されるのは牛獅子。須坂市指定の無形民俗文化財になっています。かつては7キロもある獅子頭を使って舞っていた高梨の牛獅子は全国どこにも例を見ない貴重な獅子舞として受け継がれています。二人で演じる獅子はその呼吸を合わせるために、また牛方は長く伝わる独特の所作にアドリブを加え練習を重ねてこの本番を迎えます。この牛獅子は京都の妙心寺派の開祖である寒山国師が高梨家の出身であるということから、国師の修行風景をユーモラスな劇にしたもの。牛方に姿を変えた寒山国師が農夫の田吾作を諭す高梨独自の創作となっています。
この奉納は神社の舞台を離れ近くの道祖神の前で舞う
丹波与作、旅に出る人の立身出世を願う獅子舞だと考えられています。食いしめて、いやでもいっぱい引っ掛けたい引っ掛けたい。高梨神社の秋祭りの最後に行われるのは、地区の区長と氏子総代長の家で舞う礼舞。滞りなく終わった祭りの開催に感謝を込めたこの礼舞で秋
秋祭りは幕を閉じます。